はい、皆さんこんにちは。今週も始まりましたゴルフワンチョコです。進行役のスイングナビゲーター兼ティーチングプロ、ナッキー渡辺です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。では早速レッスンに入っていきたいと思います。今週も先週に引き続き、ボールを飛ばすための体の連動について皆さんに課題を出したいと思います。今週の課題はこちら。頭の位置に注意して体のバランスを取り、左太ももにクラブを持ってこれたらタイミングよく重心を左つま先方向に移動しフィニッシュできるようにするというのが今週の練習課題になっています。これでスイング、このスイングについてはですね、終了となりますので、ぜひともできるようになっていただき、いい球は打てるようになっていただきたいなと思いますので、ぜひとも頑張って、習得していただきたいと思います。では見本を見せながら説明させていただきたいと思います。先週の終わりの部分では頭が右太ももの方向を向いた状態で、左太ももにグリップエンドが来ているような形になっていると思います。この状態でまずバランスが取れるかどうかというのは重要になります。この際にはまだ右に体重が乗っている状態になっていますので、ここで左に体重が乗っていないことを確認してあげてください。そして次のポイントは、ちょうどこのトップの状態からクラブがしなり、頭の移動とともにクラブがちょうど左太ももに、引っかかった状態ですね。完全に来てしまうんじゃなくて、少し手前の部分で、ヘッドは変えようとします。ヘッドが変えようとしたポイントで、重心を移動していただいて、飛球線に沿ってですね、クラブが出ていくようにしていただくと、ボールがまっすぐ飛ぶようにもなりますし、クラブのスピードを損なわないというふうになりますので、反復してできるようになっていただきたいと思います。で、ちょうど下ろしてくる際のちょっと注意ポイントなんですけれども、よく見かけるのが、腰の回転と同時にクラブがしなると、その時点で、肩が少し伸ばされたような感じになります。肩が伸ばされた瞬間に力が入ってしまわれる方、その方はしっかりと親指を立てていただくようにして、下ろしてくるようにしていただくのと、この肩が伸びたと同時にですね、ずっとこの肩を伸ばし続けていただいて、左の太ももまで、持ってこれるように頑張っていただきたいなと思います。そこがスムーズにいきませんと、最後の重心移動もできませんのでですね、ぜひとも反復してできるようになっていただきたいと思います。そして、最後のフィニッシュに関しては、この形から左に移ったらすぐに肘を折りたたんでいただいて、こんな形でフィニッシュされても問題ないと思います。かっこよくハイフィニッシュをしたい方は、重心がしっかり、左のその先の方からかかとまでですね、動かしていただいてしていただくと、ハイフィニッシュができると思いますので、自分の好みの方でですね、フィニッシュを取っていただいて、スムーズにスイングできるようになっていただけたらいいかなと思いますので、頑張って練習していただきましたらと思います。ではこれで失礼いたします。